らいいけるかもね。ゆんちゃんの初70代あっぷな水切り緊張しましたね。あとうまナイスバーディー。おはようございます。おはようございます。じゅんです。今日はゆいちゃんです。お願いします。お願いします。今日はですね、千葉バーディークラブに来ています。すごい素敵なコースね。大丈夫今日初出演のゆいちゃんはすごい緊張しております。ちょっと頑張ります。大丈夫、顔映ってないよ多分ゆいちゃん、ゆいちゃんね、すごいねゴルフ上手なので、まあ整体はいろいろラウンドしながら、はい、緊張がほぐれてきてからいろいろ聞いていきたいと思いますので、お願いします。はい、楽しみにしていてください。また噛んじゃった楽しみにしていてください。よろしくお願いします。お願いします。あ、今日は、カメラマンマサさん、いつものねカメラマンさん、今日もう喋らないっていう。喋らへんにゃ。よろしくお願いします。ごにょごにょごにょよろしくお願いします。今日はレギュラーティーから回りたいと思います。ちょっとね、ゆいちゃんにいろいろアドバイスとかもらいながらラウンドできたらなと思います。ゆいちゃん普段も白 T から回るんですか？青、青、黒、黒もある？黒もある。すごいね。ドライバーどれぐらい飛ぶんですか？全然飛ばない。全然飛ばなくなっちゃった。210とか20とか。すごいね。だって背ちっちゃいんです。すごい。何センチですか？154センチ。超かわいいじゃん。本当あと10センチ欲しかった。そうだよね。そしたらね、行ってたかもね。いや行ってる。あと10センチあれば250ヤード打てた、すごいなと思った。確かに。もうなんだろう、大丈夫、緊張がすごい感じ、ね、すごいね、すごい。ここをやって喋っちゃうからいいよ、全然可愛いです、はんなり京都弁お楽しみください今日は動画初登場なんですか？そう、リングル初めてだし、全体的に多分ゴルフ動画に出るのが初めて。 そうだよね、うん どっちから行きますか？どっか。お願いします。よし、お願いします。お願いします。お願いします。静か。フェアウェイ左側です。はい、よろしくお願いします。久しぶりだよね、ゆいちゃんとラウンドするのね。めっちゃ久しぶり。もはや最初に出会った時ぶりぐらい。ほんまそれぐらいあ、なんてこった。あ、出てきた。やった。朝一、最近これが出んのよ、まあいっか。いやすごいわ、めっちゃ緊張するわ、ずっとドキドキする。マジよかった、危ない、出てた、ね、よかった、うん、わ、めっちゃカエルいる、やばい。え、あ、本当だ、すごい、めっちゃいる。マジでいる、いっぱいいるね。ちょっとオタマジャクシから生まれたんじゃない？オタマジャクシから生まれた。オタマジャクシからカエル1。え、めっちゃいるよ。ほら、ここにすごい。ほら、ここにもいる。そう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 、ここにもいる。うわ、ちょっとカエル、うわ、踏みそう。ほら、めっちゃいる。100ヤードぐらいしか飛んでないよ。とりあえず5番ウッドで打ちます。左側。バンカー入れないように。大丈夫かな。全然大丈夫。おー、よかった。左側ラフに。ありがとうございます。いや、
じゅんちゃんとラウンドめっちゃ久しぶりやわ。いつ行ったっけね。でもキングヒルズが最後ちゃうかな、うん、2年半ぐらい前普通に会ってはいるのにね。そうやね最近で言うとかなり会う頻度高いな、うん、飲んだりしてるのね、うん、家近いし。家近いからね。ほんとさ、マジで距離飛ばなくなって痩せたもんね。ほんとね、体重何キロ痩せた？10キロぐらい。10キロ。やばくない？前やったら7番とかないですかね。そうだよね、全然飛ばない。さあ、146番で、はい、大丈夫？この感じ大丈夫、平気もうボソッてたじゃん、平気。60ぐらいあるのかな。60見てもいいんじゃない。58で打ちます。前かも。前じゃん。うまっ。バンカーそのままで大丈夫です。ナイス。よし、行け行け。本当？めっちゃかっこいい。そんな曲がんない、そんな曲がんない。カップ1個ぐらいですかね。もっと曲がる？多分そんなの曲がる。そうですよね。あとは迷子なんだよね。色すごいな。すごいでしょ。今日はこれでやってみます。ナイスパー。やった嬉しい。9.5 個。うん、結構だ。あ、外れた。うまい。強っ、ほんで全然強いわ。なんかさ、タグるタイミングが早いって一回言われて、うん、ペチって、うんうんうん、行っちゃうからゆっくりそうと思うと、ああいう風になる、迷子になっちゃう。すごいですね、マットだ、かっこいいね。そう、でもこれ一個前のシリーズ。へー、全部 PXG っていいよね。アキラです。すごい、ずっと使ってるから。そうね、ヘッドがもう、ヘッドがどう？剥げてる。剥げてきてる。マジックで塗らなきゃいけないらしい。マジックで塗っていいの？そう。逆に。でもなんかこういうのがなんか見た目がちょっと気持ち悪くなったりするとか言ってたね。こういう剥げてるところが。ね、私はめちゃくちゃ気になる。気になる。確かに。だいぶ使って5年ぐらい使ってる。そんなに？ツアーエディ。いいですか？毛が。嫌ですね。5番ユーティリティで打ちます。とにかく近くで行ってくれ。危ない。お、でもカラーも乗るんじゃない。ナイス。危な。めっちゃ速くなっちゃった。ズルした気分。いやいや、まあ一回良ければ全て良しです。そうだね。よし、じゃあ25度で打てます。はい。ナイスー。いや、これやばいかも。ちょっと詰め、うん、OK。薄かったね、ちょっと。薄かったね。よし、
すごいね、お花がいっぱい。夏場周り多いよな。ねえ。長くなるともう感覚は私はなくなります。強いかも。あ、入っちゃう。あー、しー、今日いいな、スパイダーが入れちゃいます。 OK、 最近ゆるいとか言われてるんで、エスパナイスパー。ナイスパー。